はい、どうも皆さんこんばんは、ゆきあみです。今日はガンダムバトルオペレーションネクスト、演習場プレイと、新キャンペーンのお知らせの方をしていきたいと思います。新キャンペーンの方はこんな感じです。はい、ストライクフリーダムと、ダブルオーライザー、ダブルゼータガンダム、この3機がね、機体レベル7解放ということで、近日実施予定となってます。一応予定としては2月20日からキャンペーンがスタートするそうです。はい、それではね、早速演習場プレイの方やっていきたいと思います。演習場移動します。はい、それではね、演習場の方移動しました。こちらですね、グレイズアイン、完成でございます。格闘機のコスト600、右の通りの性能となっています。機体ヒットポイントは1000と結構多い感じですね。はい、それではやっていきましょう。どんな攻撃なんだ。とりあえず実弾系でやってみますか。モジュールとマスタリは、こんな感じでやってみます。はい、それではね、演習場の方やってまいりました。挙動の方はこんな感じでございます。なんかちょっとそんなに速くはないけど、このちょっと大きい感じがあってね、存在感ありますね。はい、それではね、機体スキルの方を見ていきましょう。センサー展開、ドリルキック、ガードダッシュと。なるほど。パイロット、スキル実行時に発動するセンサー展開。次期の機体性能が上昇。センサー展開中は、敵にダメージ与えたら、その持続時間が延長。また、さらにそのすべての格闘攻撃をガード、ジャストガードされても、ノックバックしなくなるということで、ガードされてもバンバン格闘ねじ込んでいけるっていう感じになるんで、ちょっと新しいシステムですね、これは。面白いですね。あとは、ドリルキック、飛び切り。特殊攻撃、特殊1か。チャージして攻撃ができるんだね。はいはい。で、ガードダッシュがあるよという感じですね。まあ気になる方はね、再生止めてもらって見てもらえばいいです。武装の方はこんな感じだね。まずは機関銃があって、大型アックスの投擲サブがね、まあその辺から試していこうか。さあ、長押しでどれぐらい連射できるのか。12発か。12発ですね。結構弾数も多いし、良さそう。結構ばらまいていくだけでも嫌ですね、これされると。よろけたらサブぶん投げるとか。で、サブの方は、下入力で、2つ投げるのかな。ってことはサンドロックみたいな感じなのかな。ちょっと試してみよう。おっと、倒してしまった。なかなか威力あるね。そうか、よろけ取るときはそのまま投げて、下入力でダウンするんだね。なるほど。あとはちょっと、マニュッシャが繋がるかとかも見ておこう。普通のサブ当てて、これは打ち切れるね。いいですね、いいですね。はい、次は、ドリルキック。ちょっとやってみよう。溜めて溜めて。おー、これはすごい。あとは下入力で特殊攻撃1、特殊攻撃1すると飛び切りか。使い分けができるんだね。おー、威力あるね、結構。結構威力あったな、今。面白いね、どっちも。でも、どっちでもいいような感じがするな、今の感じだと。でも、個人的にはこれちょっと良さそうだな。これでバシッと敵が当てたらね、倒したらかっこいいな、と思って。はい。次は、特殊2の方を見ていこうか。ガードダッシュと回避行動だから緊急回避だね。普通に使ったらこんな感じの緊急回避。あ、結構なんか軽い感じの動きしますね、緊急回避が。すごい。で、上入力しながら使えばガードダッシュ。
悪くないな。緊急会議3回持ちってのも結構大きいかもしれないね。こんな感じか。なかなか使い勝手いいかもしれないね。次は格闘の方を見ていきましょうかね。はい、それでは格闘いきます。ノーマル格闘です。減ってるからかな、ちょっと分かりづらいね。よし、これでいこう。いくぜ。これがノーマル格闘。すごい、ぶん殴れる。それでは前角、これ強制ダウンか。で横角、横角、あ、横角2回で完全にダウンか。で最後は下角。あ、なんかつなげられるのかなこれも。まあこれで普通に下サブでもいいだろうし、あ、普通に投げちゃったな。もしくは特殊1位も持っていけんのかな。あ、いけるな。つながるわ、つながる。まあでもやっぱ貯めた方がかっこいいけどな、チャージ攻撃は、こうやって。はい、それでは、今度は、タックルを。おお、初めて見るようなタックルだ。もう一回やろう。結構痛そうだな。さあ、それではスキル発動して、タックルとかも試してみようかな。まあ、威力とかもね、どのぐらい変わるのかも見たいし、まずタックル、変わるのか。特に変わらないけど、かっこいい。はい、結構ばらまいたら、おお、すげえな、ダメージでいけえな。下サブ、520! 楽しいね、結構。これいいかもしんないよ。こんなとこでしょうかね。じゃあ、あとは私の方もちょっとまた練習したり、もうちょっとね、できれば走行強化1ぐらいでね、実況いければいいかなと思ってますんでね。はい、それでは今日はこのぐらいにしたいと思います。皆さんもね、ぜひ頑張って作ってみてください。最後にタックル。はい、それではね、ごめんなさいね、最近ちょっとマニュアルサブをね、よく忘れるんで、まあマニュアルのね、メインはこんな感じなんですけど、打ち切れるって説明したのに、マニュアルのサブ、マニューサブをね、見せるの忘れてた。いくぜ。こんな感じ。はい、でもあんま使い勝手良くないんでね、多分使わないと思います。それでは今度こそ失礼します。